せーの、こんばんは。バラプニンのバラこと極宇多拓哉です。皆様こんばんは。本日はですね、距離が重なっておるということで、ドッキリを仕掛けていこうと思います。今日はね、ちょっと普段とは違ったドッキリを仕掛けていこうと思うんですけども、今日はね、あるものを買ってきました。それがこちら、パンツスースーデコボコ堂さん。デコボコ堂さんっていうのは作ってんのかな、わかんないけど、彼女のパンツに塗って反応を確かめていきたいと思います。ピちゃんがお風呂に入ったタイミングでこれをですね、塗って、ね、どんな反応するのか楽しんでいこうと思います。男性は必見です。女の子がヒーヒーする姿が見えるかもしれないので、シーマンがスースーして冷やされるらしいので、ぜひぜひ楽しんでください。これね、多分男の人にやられることが多いと思うんだけど、パンツスースー、はい、こちら。お、なんかすごい、ほら、ほら、ニュージョン。手でもスースーするのかな、パンツにならないと効かないのかな。その塗ってるシーンはちょっとね、さすがに映せないので、チビちゃんのパンティーが公開されることになるので、塗った後どんな反応するのかをちょっとね、楽しみにいただけたらなと思います。それでは早速チビちゃんがお風呂に入るまで待っていきましょう。チャンネル登録よろしくね。早速なんですけども、チビちゃんがですね、あのお風呂に入るらしいので、こちらをですね、入った後に塗って仕掛けていこうと思います。男性陣は特にお楽しみ、楽しみてなわけで、早速やっていきましょう。マジよ、壊れました。結構入ってなかった、2時間ぐらいでした。ぶっ倒れるな。何言ってんの。ツイッターエアコンが逃げちゃうでしょ。エアコンは逃げません。冷たいのが逃げません。冷たいのが逃げちゃうでしょ。あ、うまそう、これ。絶対うまいやつ。なんだこれ、ライスペーパーでしょ。違うんじゃない、春巻き。そうなの。何でしょ、痛い。なんでなんか刺さってんの、熱い。刺さってる。痛い。なんか熱い。痛っ。見て自分。刺さってるな。いいよ。何も刺さってる。なんか痛い。なんか痒い。蚊も好きなんだ。俺も蚊だから。待って、マジ痛い。そこ攻めるもん。待って、マジでなんか痛い。どこ行くんだ。サードの足よじれて。え、なにこれ、めっちゃ、え、なんか。何してるんだよ。あいちゃん、熱い。お風呂入りすぎたんちゃう。あ、やばい。来たよ、もう脱いでいい。脱ぐな。俺が検査したいよ、か。痛い。動くな。ブニュウニュしない。なんか痛い。指を。なんでどっからもらってきたんだよ。なんかそのもらう子が行った。なんか詰められてる。ずっと痛い。あー、どこ行った。めっちゃ痛い。めっちゃ痛い。トイレに逃亡しました。帰ってきた。一旦おしっこした。治った。なんない。なんだよ、そのステップ。なんでジャージ開いて、あ、入浴剤とか。入浴剤入ったな。入浴剤入ったかも。あ、かわいそう。うるさい、痛いのね、その顔しないです。あ、おっかね。おしっこしてると聞いたくなかったから、そうではない、マジか。あ、直満、直前やられてる。抑えてないとマジ痛い。抑えながら
検索しな、なんで検索するの、はい、ストレートすぎていいわ。何個いったい、ズキズキヒリヒリ、あーこれです、いったい、ヒリヒリです、炎症起きてるっぽい、あんまり、あら、え、治療、ワンちゃん性病って、いつも自性病の疑惑なしなんだけど、なんか色が合ってないし、ちゃんとだって血、化粧品とかちゃんと、だって保湿もしてるもの、うざい顔、顔だれ、顔だれ、ダダダダダダ、うざい、マジ血痛いんだ、ちょい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 、何これドッキリ、何のドッキリ、何個痛くできるわけないでしょ、ドッキリで、ダンテリー、そんなんで機嫌直るの、民族みたいになってる、早くご飯って、はい、今日の動画が良かったと思ったらチャンネル登録、早い高評価、コメントお願いします、無断天才と切り抜き一回塗りくれました、あとはいないけど、あ、落ち着いた、楽になった、あ、で下座って、はい、てなわけで本日はドッキリでした。本日の企画、彼女のあそこにスースー剤を塗ったら彼女のママは爆発するのか、したした、どうでしたか、めっちゃ痛かった、マジ自生病なんかなと思ったもん、めっちゃ検索してたよね、うん、左マンコ痛い、マンコ痛いで調べてた、ずっとかゆい、痛がゆいみたいな、すごい、これ効果あるんだよ、ちゃんと、ある、これ処分しとかないと、俺にも使われる、使うよ全パンツに塗るとか男性陣大喜びしてる、なんでこんなんなってない、男の子だと余計痛いんじゃない、確かに、マジうざいのこの顔、超痛い時にこの顔かわいいじゃん、良かったですね、病気じゃなくて、はい、それは安心だけどね、マジで覚えたっけ、ドッキリだとマジ思わなかったし、思わなかった、怒られたもんだってドッキリ発表したから、だからパンパカパーンとか言ってしまう、こんなんで機嫌取れると思うよ言われたもう今大丈夫、うん、ちょっとずつ収まってきて、あいつだけ洗うしかない、そうそう、ちょっと念入りにやろうね、なわけで本日のドッキリが良かったと思った方は、はい、チャンネル登録、チャンネル登録、高評価、高評価、コメント、コメントよろしくお願いします。無断天才切り抜きもたくさんお願いします。じゃこれみんなお喜びすると思うので、はい、ぜひみんなもこれやってみてね。なわけでまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。もう可愛いんだって、痛いもん、どうせまた風呂でおこうな、洗うちゃんと、確かに今ノーパンチ、イエーイ、見て、あ、大丈夫、あ、危ない危ないそういうビデオね